どうも、チョコクッキーだ、にょーん、にゃーん。それでは、始めていきたいなと思います。今日は、じゃん。ディズニーピクサー、ウォーリーを読んでいきたいなと思います。今日は、第12章。 植物を盗んだ犯人です。ウォーリーが植物を盗んだ犯人だと思っている方もいると思うんですが、実はウォーリーは植物を盗んでいません。盗んだ、植物を盗んだ人物、植物を盗んだ人、植物を盗んだ人物は意外な人でした。それでは読んでいきたいと思います。エレベーターを降りると、 ウォーリーとイブは真っ暗な部屋に入っていった。ここはアクシオムス館の緊急脱出センターだ。部屋の端から端までずらりと扉が並んでいて、その扉の向こうに1台ずつ救命艇が装備されている。万が一、非常事態が起きた場合、乗客はここから救命艇に乗って脱出することに。 なっている各扉の横にそれぞれの救命艇を操作するケーキ板があるイブは一番端の扉のケーキ板に向かうとス,チスイッチを押して操作を始めたそのイブの手をウォーリーはちらりと見た今ここにいるのはイブと自分だけイブの手を握るチャンスかもしれないそうこんな風にウォーリーは胸の前で自分の両手を ぎゅっと握った。イーブウォーリーはドキドキしながら声をかけ、そろそろと片手を伸ばした。もうちょっとでイーブの手の届きそうだ。と、その時、ケーキ場のライトがチカチカ光り、救命艇の乗降口,口の扉が左右に開いた。真っ暗な部屋に白い光が少しずつ差し込んでくる。眩しさにウォーリーは目をパチクリさせた。 イブがウォーリーリを振り返った。地球と言って樹上のスクリーンを指さしたスクリーンには地球の画像と地球への航路を示す図が現れている一緒に地球に帰るんだねウォーリーはいそいそとボールのように丸い救命艇に乗り組んだ正面の大きな窓に面して操縦席がありその両脇に乗員用の座席がある ウォーリーは座席にちょこんと腰を下ろすと、イブ声を弾ませて自分の隣の席をポンと叩いた。が、イブは上口口にじっと立ったまま中に入ろうとはしない。ウォーリーはもう一度座席を叩いた。イブは首を横に振ると自分の胸でチカチカ光っている緑色のライトを指さしていった。指令イブのその言葉を聞いて ウォーリーにはピンと来たイブはここに残り与えられた指令を果たすつもりなのだウォーリーはさっと救命艇から降りると頭と手足を引っ込めて箱の形になった意地でも動かないつもりだったイブはため息をついた何としてもウォーリーには地球に帰ってもらいたかったそうすればウォーリーの身は安全だしウォーリーの巻き起こしたトラブルを 気にせず任務に集中できる。イブは自分に与えられた指令を責任を持って果たしたかったのだ。仕方ない。イブは箱の形になったウォーリーを持ち上げ、救命艇に戻した。ウォーリーは胴体から足だけ出すと、さっと救命艇を飛び出し、ケーキ板の後ろに隠れた。ウォーリーどうして言うことを聞いてくれないのイブは苛立ち。 ウォーリーを怖い目で見た。その時、チンエレベーターのつく音がした。誰か来る。見つかったら大変だ。イブは景気盤のスイッチを素早く切り、ウォーリーの横に隠れた。救命艇の扉も縛り、部屋は再び真っ暗になった。ロボットのモーター音が近づいてくる。誰かが部屋に入ってきたのだ。けれど、部屋は真っ暗なので、誰がやってきたのかわからない。 ロボットが一番端の景気板に近づきスイッチを押した。さっきと同じように扉が開き救命艇の船内がぼーっと明るく浮かび上がった。その光に照らされたロボットの正体が分かった。ゴーファーだ。イブとウォーリーは思わず顔を見合わせた。ゴーファーは救命艇に向かった。イブとウォーリーが上皇口の開口から ごっそり覗くと、ゴーファーは胸のパレルを開いて、光線を発射させた。赤い光に包まれて、ゴーファーの胸から何かが救命艇の床に下ろされた。なんとそれは、イブが地球から持ち帰った植物ではないか。イブはショックで呆然とした。植物を取ったのは、ゴーファーだったのだ。格納庫からブリッジにイブを運ぶ間に、盗んだに違いない。ウォーリーがイブをじっと見た。 僕が取ったんじゃないって分かってくれたそう言いうきで顔でごめんなさいの気持ちを込めてイブは小さくうなずいたいくら任務のためとはいえウォーリーを疑っていたなんて自分が恥ずかしかった植物をっくり下ろすとゴーファーは救命艇の消臭席のスイッチを押し景気場に戻っていったあの植物をどうするつもりだろうイブは首をかしげたふと気づくと横にいたはずの ウォーリーが消えている。ウォーリーリもしやと思って救命艇の中を見るとウォーリーがいたイブと目が合うとウォーリーはにっこり笑って床の植物に手を伸ばした背後からゴーファーがケーキ板のスイッチを操作する音が響いてくるイブはハッと気づいたゴーファーは植物を乗せたまま救命艇を発射させるつもりなのだウォーリーガチャン大きな音をとって。 上皇口の扉が閉まり、救命艇は宇宙空間に飛び出していった。はい、終わりました。なんとですね、ウォーリーは、イブあ、イブ、イブが体内に入れていた植物を取った犯人は、なんと、お出ロボットのゴーファーでした。ゴーファーはですね、あの、警備ロボなんですよね。チカチカ鳴る警備ロボで、警察みたいな感じですね。あの、言えば、 アクシオムスカンっていう、アクシオムスカン、こちらに登場するウォーリーのアクシオムスカンの中の館内の、いえば悪い人とか、ロボットが逃亡したりとか、ロボットが悪さをしたりとか、迷惑をかけたりとか、人間に迷惑をかけたりする時に、ゴーファーが現れるという仕組みになっておりますね。ゴーファーはですね、イブが眠っていた時イブがアクシオムスカンに連れ去られた時にですね、その時に移動したんですよ。アクシオムスカンに連れられた時に、すでにも、体の中の植物は取られていたそうです。 取られていたそうなんです。ですが、イブの胸は植物みたいに光ってたんですよね。これは何かの偽装工作か何かをしたのかな？という風に僕は思っております。はい、次回はですね。ウォーリーがですね。なんとイブがイブが取り返しかった。植物がまあの植物がこちらの方の救命艇の中に入ってしまって、救命艇の中に救命艇の中に入ってしまって、その植物は？ 地球へと運ばれる仕組みになっているそうなんですね。それで、その救命手に入って、イブのその、大事な植物を取り返して、救命手に入ったんですよ。で、そこで、ウォーリーとイブが分かれてしまう、分かれることになります。なんで,ですね、ウォーリーは地球に向かって、救命手に元が、元に戻るように、元、元に、元のいた場所に戻るというふうに言ったっていきますね。ですが、そこから、イブは助けに行きます、ウォーリーを。はい。ウォーリーは、 地球に、地球についてしまうのか、果たしてまたアクションムスカンに戻ってこれるのか、っていうことですね。はい、そちらの方で次回は楽しみですね。第13章、一か八かの脱出です。それでは、終わるんよバイバイ